それでは読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打ちました、掛布、アウト、ワンアウト。バッターは DH 大谷。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田中、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。インサイド落ちました、古田が掴んで2アウト。バッターボックスは3番丸、2アウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か。打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあこれからライオンズが守備につきます。山田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球できました、ボールになります。内へのボール外れました、ボール先行です。際どいコースには投げ込んでいます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目、インコースへの変化球、ストライクです。フルカウントになっています。ファウルになります。引っ張った、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ストライクです。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール、目外れました。4球目は何で来るか。インサイド落ちました、取って2アウトです。バッターボックス掛布、2アウトになっています。初球はボールになりました、スピードボールを持っています。次が2球目、胸元へ持ってきました、ストライクです。154キロ打ちました、菊池、一塁アウト、3アウトです。2回表に入ります。ライオンズの攻撃、打順は4番村上。ライオンズ打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。2球目は何で来るか。いい球でしたね。ノーボール2ストライク、低めの変化球です。これが4球目、変化球空振り、ワンアウトです。打席には5番バッター岡本。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まっすぐで空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。アウトコース外れます。外への変化球外れました、スリーボールツーストライクです。打った、一塁線落ちてフェア、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。打順は6番坂本、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね。次は外というパターンもありますから泳がされないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。入れました、ファールボールです。
インコース詰まりました。山田が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている中田。2アウトになっています。初球空振りです。これが2球目。よく見ています。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。野村一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏になります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは落合。ライオンズ得点に動きはありません。0対0です。胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。インコースへ外れています。ストライクが入りません。さあ4球目は何か。ここは1球見ました。スライダーが決まります。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。変化球空振り、ワンアウトです。打順は5番鈴木。菅、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには6番丸。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。大きな変化球持ってきました。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。インコース詰まりました。菅野が抑えて3アウトチェンジです。3回の表ライオンズの攻撃。打順は8番菊池。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、打ちました。ファーストが取る。アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている小林。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打のオースティン。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球ボール。改めてお聞きしますが、バッターのオースティン、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが信条の強打のバッターですね。ああなるほど。次が4球目。高め、空振りです。2ボール2ストライクです。見逃し三振。2アウトになりました。打順はトップに帰って糸井。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナーありません。打ちました。サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。ここでライオンズ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。浅村が打席に入ります。ライオンズ得点に動きはありません。ふわふわっと上がった、抑えてワンアウト。バッターボックスは8番野村。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。一塁線わずかに右に行きました。ファールボール。高めスライダー外れました。ああボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。高めの球ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。バッターよく見ました。フルカウントです。それが6球目。変化球打った。ファーストが抑えた。そのまま入って1塁アウト。バッターは9番に入っている古田。バッターボックスには代打のカブレラ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球打っていった、掴んだ、一塁送球アウト。いやー、はい、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。回は4回の表ライオンズの攻撃。さあここで迎えるバッターは DH 大谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ふわふわっと上がった、これはインフィールドフライ、取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには丸が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。また初球ショートフライに抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあ、そして打席には村上が入ります。ここは好打順ですか、勝負どころですよ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打っていった、センターの筋を破っていった、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、ライオンズ均衡を破ります。まず何を投げてくるか、ファウルです。さあ、2球目は何か、切れました、ファウルボール。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ライオンズリードで迎える最終回です。スタンドに入ります。ここでライオンズ守備を変えてきました。いい押し方だったんですが、バッターよく見ています。させようかというボール。左中間へ、ここはフライになっています。レフトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあ、ここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。打ちに行きましたか。そうですね。3球目は何で来るか。ストレート打った、セカンドも抑えた、二塁フォースアウト。西武ライオンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。延長戦での決着となりました、このゲーム。小宮山さん、ノーヒットノーランを達成しています。ファンに大きな感動を与えてくれましたね。そうですね、もう本当にね、